こんにちは、モーターボートレーサーの上平慎二です、ね、しっかり朝晩が、ね、涼しくなって日ごとに秋めいてまいりましたが、皆様は、ね、どうお過ごしでしょうか。先日呉信用金庫ホールの方でですね、落語をね見てきました。柳家花六さん、ジャンボ衣笠さん、ジャンボ亭小目さんの、ね、落語をね、とてもね楽しく拝見させていただきました。今回落語をね初めてね体験させていただいたんですけどね、これがね落語が面白いんですね。びっくりしましたね。ということで落語をねまた見たいなと思って、その時にねこちらの広島落語会のねお知らせがあったので、また落語聞きたいなと思ってね、ちょっと昨日エディオンチケットショップに行ってね買ってきましたね。するとね、その隣にこちらの柳家花六さんのねお知らせも一緒に置いてあったんでね、また花六さんの落語を聞きたいなと思ってね、こちらもね一緒に買ってきました。楽しみですね。今回ねボートレース福岡マスターリーグ第6戦光栄レーシングプレス杯にね行ってきましたけど、おい上弘、お前福岡行ってきたらしいじゃないか。そうなんですよ、行ってきましたよ。 F2 でどうだったよ。まあ厳しい戦いが続きましたよね、やっぱりね。おでエンジン引いたんか。いやー、それがですね、なんと 16.9% のね、まあボロいエンジンを引いたんですよ。そうか、お前はやっぱりエンジンええの引かんの。そうなんですよ、ほんと。大体ね、こうやって F2 とかでね、スタートいけない時とかは、かえってね、いいエンジンを引いたりするんですよ。だからね、僕はね、エースモーターでも引いたらね、どうしようかなと思ってね、ドキドキしてたんですよ。そしたらもう 16.9% ですよ。ボートはね、45.8% のね、まずまずのボートだったんですよ。それで、前傾乗った感じはどうやったんよ。それがですね、整備士さんがギアケース変えて、なんかいい動きしてるみたいなんですよ、みたいなね、ことはね、言ってもらったんですよ。あ、そうか。ほいで乗ったらどうやったんよ。ほいでね、足合わせとかしたらね、意外と伸びでね、ピューッと前に出る感じがあってね、あれ伸びいいかなって。もうそれならなんとかなったんじゃないか今回のレースは、思うでしょう。やっぱりね、2本持ってたらね、スタートがね怖いんですよ。いいなと思ってもなかなかね、ちょっとレバーが緩んでしまうっていうかね、大変でしたよ。ほんでどうだったの、レース予選は順位乗れたんか。それが残念ながらね、順位昇戦には乗ることができませんでした。もうちょっとだったんですけどね。日本持っとったらなかなか難しいよの。そうですね、まあ作戦的にはね、今回は福岡でちょっとバックがね狭いんで、200の看板がないんでね、あそこはね、今回はもうスローから行こうという作戦でね、ちょっと挑んでみましたが、まあ残念ながらね、予選突破することができませんでした。まあとにかくね、スタート怖かったですね、ほんと。まあとりあえずちょっと1走目から全部のスリット体型でも見てみましょうか。どうぞ。6コース25、4コース34、1コース17、2コース29、1コース26、6コース27、4コース20、4コース19、5コース34、5コース23、奇跡のトップスタート、2コース22。おお、なるほど、なかなかスタート控えたの。控えすぎじゃの、こりゃ。まあこれじゃなかなかレース作るの難しいの、これじゃの。まあそうですね、苦しい戦いでした。で、今回は誰が優勝したんよ。今回の優勝はですね、東京の山本英史くんでした。おめでとうございます。ほいで、お前、次はどこ行くんかよ。はい、次はね、琵琶湖を走ろうと思います。次は G1、琵琶湖大賞にね、もう明日から行こうと思うんですよ。ほうか、もう明日から行くんか。うん、まあ、しっかり、スタートはの、なかなか行かれんとは思うが、スタート行かんで締められて転覆せんようにしっかり走ってこいや。そうですね、スタート遅れ、締められて転覆するってよくありますもんね。それだけは気をつけたいと思います。はい。ということで、次節はね、ボートレース琵琶湖 G1、琵琶湖大賞をね、走ってきます。
まあスタートなかなかねいけませんが、上平慎二らしいねしっかりとしたレースをしていきたいと思います。それでは